ぐわかるお。すぐわかるおの。お暇なら映画でも。きんこがんこー。きんこがんこー。みなさん、ご機嫌いかがですかすぐわかるおです。えー、今回はですね、西江東江さん、こう高太郎小林さん、スリープ。 インドリームベリータイ t ードさん。ミスタークリップエディターさんからリクエストをいただきました。皆さん、ありがとうございます。えー、ガタカですね。今回はガタカをやりたいと思います。ガタカってね、えー、どうしても僕ね、ダカタって言いたくなるんですよね。えー、<laughs> 気をつけていきたいと思いますけど、ガタカですね。まあ、近未来 SF ヒューマンドラマという感じですかね。まあ、可能性は無限大ということに。 タイトルはしましたけれども、遺伝子操作によって優秀な子供を産むことが当たり前の近未来ということですね。その中にあって、えー、自然妊娠で生まれてしまった、まあ、列島人間であるヴィンセントくんが宇宙飛行士にまで登り詰める物語ということで、この内容的には短編小説っぽいストーリーですね。短編小説の映画化っていう感じがありますね。 で、これ2011年の NASA によって現実的な SF 映画第1位に選ばれたということで、映画自体は、えー、と97年の映画ですけどね。まあ、頷けますね。というかですね、97年の映画ですから、こういう、なんていうの、昔から SF の中では、まあ、ありがちというか、遺伝子操作によって選別されるというかね。まあ、そういった感じのことは、まあ、発想としてはあったんでしょうけど、それよりもね、 あの、もうすでにこの頃は、しっかりとした理論というか、そういったものがもう構築され始めた頃なんじゃないかと思いますね。えー、97年ですからね。で、まあ遺伝子操作によって優秀な子供、そうじゃない子供っていうのが、実際に出たらですね、まあ差別というか、区別というか、そういったものが生まれるっていうのは、まあ想像はできますね。だから、現実的な SF と言われると、まあそうなんだろうなと、実際に起こり得る、 完全なフィクションというよりも、まあ近い未来というかね、えー。そういった感じがすると思いますね。もうちょっと前置きいきますか。えー、っとですね。映画冒頭、二つの言葉が出てきますね。神が曲げたものを誰が直し得ようというのが、まず出てきます。これは旧約聖書にあるコヘレトの言葉というところに。 ありますね。七7章13節ですね。コヘレトというのはエルサレムの王、ダビデの子と紹介されています。聖書の中で。ということで、おそらくこれは古代イスラエル王国第3代王、ソロモンのことじゃないかと、まあよく言われていますね。ソロモンも、まあダビデの子供であって、いい言葉をたくさん残しているわけですね。哲学者というか、そういうのがまあソロモンなんですけれども。これ旧約聖書の、まあこの文節はどういうことかっていうと、神の見業を見よ。 神が曲げたものを誰が直し得ようか。の後、もうちょっと、まあ、詩というか、えー、言葉が続くわけですね。順教には楽しめ、逆境にはこう考えよう。人が未来について無知であるようにと、神はこの両者を合わせ作られた、と、ということで、えー、これどういう意味かというとですね、神がそのようになされたものを、一体誰が変えることができようか、ということです。順教、まあ、うまくいっているときは、まあ、そのまま楽しみなさい。 でも、逆境の時は、神が人は未来について何も知ることができないように作ったんだと考えなさいと。もう逆境ってのは辛いだろうけど、そういう風うに作られたんだよ、神は、人間を、ということですね。だからそこでくじけずに頑張りなさいと。まあそういうことだと思うんですけれども。これが、えー、一番最初に出てきた、神が曲げたものを誰が直し得ようという言葉、 はこれだと思いますね。で、この後もう一つ出てきますね。自然は人間の挑戦を望んでいるという言葉が、まあ冒頭出てきます。これはウィラード・ゲイリンという人の言葉ということで、えー、ウィラード・ゲイリンさんは精神分析医で論理学者で教育学者ということなんですけれども、このウィラード・ゲイリンさんについて僕全く知らないんで、この自然は人間の挑戦を望んでいるという この文章が一体どういった文献でどういった意味合いで出たものなのかをよくわからないんでねわからないんですけど <laughs> まあこの映画に合わせて考えるとこういうことなんじゃないかなと思うのが僕の考えでえー、倫理というものはですね人間が勝手に想像したもの勝手に決めたものであって自然界にはもともとないものだぞということを言って いるのか自然は人間の挑戦を望んでいる。だ自然の挑戦。人間の挑戦。自然は人間の挑戦を望んでいるですから、倫理というのは人が勝手に想像したものであって、自然界にはもともとない。つまり、遺伝子操作というものができるように自然界はそもそもなっているんだよと。だからそれをやるかどうかは人間次第だよ。みたいな、そういうことを言っているのか、どうなのか、この言葉がね、 どういう文献に載って、どういう意味合いで使っている言葉なのかが僕はわからないんでね。この映画に照らし合わせると、そういうことを言ってるのか、それとも、頑張れということを言ってるのか、まあなんとも言えないですね。まあこういう二つの文章で、えー、この映画は始まっていくわけですね。ということで、今回は、この後ですね。まあ、映画のストーリー自体は非常にわかりやすいですし、特にね、 ま、短編小説的というか、なんて言うんですか。難しいことはないじゃないですか。映画の中で。だから、まあ、ここが良かったとか <laughs>、ここがよくわからなかったとか、ここはこういうことだったんじゃないかとか、あとはこの映画はこういう映画だったんじゃないかとか、あとは現在、今現在において、え遺伝子操作というか、そういったものはどの程度どういう感じになっているのかみたいなものを、まあ、この映画に照らし合わせながら、 お話ししていきたいなーなんて思いまーす。ということで、だから、あ、違う、ガタカ、えー、ということで、ガタカの独自解説動画、まあ、すぐわくんはこう思いましたよというのを、この後はお話ししていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。さてと、それではですね、ガタカなんですけれども、 まあ面白いですね。映画としては。シンプルなストーリー、シンプルな展開、シンプルなテーマ、ということだと思うんですけれども。まあこの映画 SF なわけですけれども、あまり SF 要素はないわけですね。SF っぽいものは全部大体排除して、その未来っぽいところは、その人間がね、遺伝子操作された人間かされてない人間かを判別する機会が出てくるぐらいじゃないかと思いますね。あとはコンビニ感覚で他人の DNA を 調べるることとができるとかねまあ、そういったところぐらいですよね。SF 要素というか、えー、そういったところは。まいいと思いますね。あんまり、こういったね、テーマで SF 感出しすぎると B 級っぽいというかね、なんかダサい感じになりがちですから、どの時代でも当てはまるような世界観にしといて、そこだけ SFA が SF 要素を入れたっていうのは、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。ただ、この世界観的には、だからあまり SF 要素はないんですけど、登場人物たちがものすごくきっと 私利としすぎている外見とか、まあ服装とか髪型とかですね。あとは感情を表に出さない人間たちというところに、この違和感というか、未来感というのが見えるわけですね。そういうところで未来感を出して、まあこの映画は作られているんじゃないかなと思いますね。良いと思いますね、この感じが。まあ遺伝子操作された人間だから人間臭さがないということを表しているのか、その辺は何とも言えませんけど、 遺伝子操作されていても人間臭い人間は出てきますから、ただ理性的ということだと思いますね。優秀な人たちというのは。そういうことを表して、ああいう演技になってんじゃないかなと思います。で、この映画面白いわけですけど、感想としてはあまり出てきませんね。あの、面白かったっていう以上の感想があまりないということで、 そういうことは多いんじゃないかなと思うんですけどね。なんでかっていうと、テーマがものすごく普遍的なテーマだからですね。まあ、よくあるというか、日常的にいい話と言われるものを描いてるわけですね。それを SF 要素を含めて描いているということで。まあ簡単に言うと、生まれながらのハンデを背負っている若者が、その運命を自らの知恵と勇気で乗り越えて夢を叶える話ということで。まあ面白いわけですね。当然こういう話は。誰が見ても面白いんですけど、 面白かったなーぐらいの感想しかまあ出てこなくなったりするタイプの映画じゃないかなと思いますね。なるほど。へ、はあ、面白かったーっていう感じ。<laughs> どうですかそんなことないですかね。うん、そんな感じかなーっていう気もしますけど。なぜ面白かったという感想以外出てこなそうな感じになってしまうのかというと、まあ、神の子という言葉が出てきますね。神の子というのは遺伝,遺伝子操作されたものではなく、 自然妊娠で生まれた人のことを神の子と呼んでるわけですね。偶然の産物ということですね。で、そういう神の子は差別というか区別の対象とされているんだということですね。これはつまりどういうことかというと、運とか可能性というものを信じない世界ということだと思います。スポーツ選手にしたいと親が思ったら、スポーツ選手の遺伝子を強くすると。頭のいい学者にならせようと思ったら、そういう遺伝子にする。 ということで、その方が効率がいいわけですね。スポーツ選手として特別な遺伝子を持っている人がスポーツ選手になった方が効率がいいですから。ね。<laughs> そういう世界になっていくわけですね。で、これは別に現在もそういう面はありますよね。学歴とかもそうですし、まあね、この肌の色で区別、肌の色で分けるとか、生まれた国で分けるとか、そうなるとまあ差別になるんでしょうけど、 例えば学歴で、えー、人間を分けるとか、そういったものは差別ではなくて区別の分類になるんじゃないかなと思うんですけれども、あのー、どこの会社も一流企業は学歴を重視しますね。学歴が良かったら成績が良いとは限らないわけですけど、学歴が良い方が成績が良い確率が上がるということですね。あのー、ね、マリオの、ニンテンドーのマリオを作った宮本茂さんがね、言ってましたよね。今のニンテンドーだったら僕は、 入社できないと。学歴がないからって。ええー、言ってましたよね。宮本さんはね、任天堂に、あれ、遠行入社したんですよね。知り合い、お父さんの知り合いが任天堂に勤めていて、それで、えー、面接に行ったと。いうことだったと思うんですけど。まあ、あのね、世界的、世界一だと思いますけどね。あのマリオを作った宮本しげるは、今の任天堂だったら、 おそらく入社できないんじゃないかと言われているんですけど、それはなんで、なんでなのかっていうと、やっぱり企業としては効率を求めたいからですね。100億稼ぐ人間を30年間探して、ね、100億稼げない人たちを何百人も何十万人もこう採用し続けるよりも、一人1億円ずつ稼げる人を <laughs>、100人雇った方が効率がいいわけですね <laughs>。 100億稼げるかどうかわからない奴を雇うよりは確実に効率の良い方を選ぶっていうのがまあ普通ですね。だから現在でもこれはやられていることなんですけど、この未来、ガタカの未来ではそれがさらにはっきりと遺伝子というもので区別されているんだということなわけですね。で、この時代基本的には計画妊娠以外はありえない時代ということです。親の希望に沿う子供しか生まれていない時代なわけですね。普通って言ってましたからね。遺伝子操作して産むことが普通の時代ですから。 つまりどういうことかというと、結婚というのは、子供を持つ権利を持つこと、ということだと思いますね。で、まあ結婚をしてですね、子供を持つ権利を持ったら、その親は選択するわけですね。まずは、将来確実に普通、またはそれ以上の生活が保障される子供と、病気がちで体が弱くて、一般的な生活が困難となり得る子供、どっち選びますかって、まあなるわけですね。前者を選ぶ人が、 普通だと思いますね、えー。考えるまでもないですね。それが普通の時代だったら、わざわざ病気がちで体が弱い子供を産むことはないでしょうという気がしますね。だから、この親たちも、ビンセントでの失敗を踏まえてですね、弟はちゃんと操作をして作ったわけですね。普通の方法で。ということで、遺伝子操作が普通になると、遺伝子操作をすることが普通になるわけですね。偶然生まれるなんて、何の意味があるんだいと、えー、なるというのは、 容易に想像できるというか、そういう感じがあると思いますね。ただ遺伝子操作されて生まれる子供というのが、なんていうんですか当たり前の時代ですから。そうなると、もちろん操作された子供の中にも競争っていうのはあるわけですね。全員が操作されているわけですから。全員が操作されていれば、その中から優劣をつけるということになるのは、まあ当然であって、それが、えー、映画の中のセリフに出てくると思うんですけど、警察が来た時に、アイリーンが、君がちょっと、 手伝ってくれって言われた時に私の評価が下がるから嫌ですって言ってましたね。私には私の業務があって、そんなことしたら私の評価下がるんじゃないですかって心配していました。これアイリーンがハンデがあるからではなく、他の人たちも絶対そうだと思いますね。遺伝子操作をされていれば誰でもガタカに入れるわけじゃないと思いますから。ね。遺伝子操作された中でも優劣はつけていかれるわけですからね。アイリーンも多分遺伝子操作されている人間ですよね。ただその中で ハンデとなる項目がちょっと高いということだと思うんですけど。あと、友人は銀メダルだったということで、ね、スポーツ選手としても優秀な遺伝子を持っていたわけですね。それでも銀メダルだったということで、優秀な人たちの中でも序列というか優劣はついていくわけですね。つまり、遺伝子操作された子供の中にも競争はあるわけですから、遺伝子操作をして子供を作るっていうのは、 この時代、親としての最低限の義務と言えるような気がしますね。遺伝子操作しなきゃもう、ね、ダメなわけですよ。それが普通ですから。神の子はですね、普通の学校にすら入れてもらえないわけですね。ヴィンセントは学校、小学校を断られていましたね。私たちには、こう、無理ですと。<laughs> あなたの子供、病気がちだし、普通の子と違って弱い遺伝子だし、なんかあった場合保証できないんで、うちでは無理ですって言われちゃうわけですね。ということで、 神の子はスタートラインにすら立てません。そもそも小学校に上がれないというか、まあおそらくあれはちょっといい小学校とかそういうことだと思うんですけど、公立とかだったら多分入れるんじゃないかなと思いますけどね。ということで神の子は神の子でもできる、神の子ぐらいしかやらない仕事に就くしかないということで、なんとなくこれどうですか皆さん。神の子、神の子にしかできないそういう生活から、 なんとか努力をして自分の夢を掴んで大きな目標を達成するっていうね。なんとなくこのガタカという映画はですね、24時間テレビっぽいという感じがあるんじゃないかと思いますね。<laughs> どうですか ?24 時間テレビなんじゃないですかね、ガタカは。区別されて、他の人と違うって区別された人が、まあ、頑張って目標を達成するという感じでね。 まあ誰でも感動するお話という感じがあると思いますね。24時間テレビもね、まあも、もちろんね、いろいろ言われますけど、まあね。<laughs> いい話であることには変わりないんじゃないかなっていう気もしますけど。ガタカは24時間テレビの手法を使っているんじゃないかと、えー、思いまーす。 ということで、ここから本編に積極的に入っていってですね、良いところとか、よくわからないところを行きたいと思います。今回はおそらくね、動画短いと思いますね。シンプルですから、お話が。さて、まず、度胸試しで、あ、まず、一番最初、一応言うと、車のリビエラで僕は生まれたっていうのは、車の中で両親は感情に任せて、えー、性行為をしたということですね。それで偶然できてしまった、ヴィンセント君ということなんですね。 えー、そのヴィンセントくんが度胸試しをしてですね、弟のアントンに勝つということがありました。まあ、これによってヴィンセントは根性で優秀な遺伝子を超えることができるということを知ったわけですね。この発想はなかなか面白いと思いますね。努力というよりも根性で世の中は変えられるかもしれないということなんですね。で、ヴィンセントはまあどうしても宇宙に行きたいとずっと考えていたということで、なぜかと考えると、 遺伝子によっっっててて可能性をを潰されれれる地球を離たたいいいいとと思っていたのかもしれないと言っていました、まあここはラストでね違う可能性というか違う宇宙に憧れを持った違う意義みたいのを語るわけですけどこの時点ではなぜ自分はこんなにも宇宙に行きたいと思っているのかよく分かってないわけですねなんとなくこういうことなんじゃないかな地球にいても自分は神の子だから可能性がないだからそんな地球を離れたいと思っている。 ぐらいの気持ちで宇宙を見ていたということを語っていたわけですね。で、ここがよくわからない第一ポイントなんですけど、ヴィンセント君はですね、どうしてあんなにもだらしないのか、えー、よくわかりませんね。最初のガタカでの面接の時、まああと清掃員時代もそうなんですけど、遺伝子に関係なくですね、服装その他がだらしなさすぎますよね。あのスーツを肩で引っ掛ける感じで、ね、ちゃんと、ちゃんと着ないで。 えいすみたいな感じ、歩いてきましたけど。それ遺伝子関係ないっすよねって思うんですよね。もっとちゃんと、ぴっちり来て、ボタン閉めて、ちゃっちゃっちゃと歩きなさいと思いますけどね。あれでは、遺伝子のせいでガタカに落ちたのではない感じに見えてしまいますね。ヴィンセント君は、なぜあんなだらしない格好をしていたのか、面接の時に。他の人はみんなぴっちりしてたのに。よくわかんないですね。ちゃんとやっておほしかったですね。 で、清掃員時代、えー、ガタカで拾った何か丸いあれがありましたよね。あれが何なのかがよくわかりません。ランニングマシンの時につけていた心拍計っぽい感じのものを、えー、ソファーの上で見つけたんですけど。で、それをね、胸ポケットに入れて持って帰るみたいな感じのことをしてたんですけど、あれがどういう意味だったのかがいまいちよくわからないんですよね。ガタカの社内には不正に入社した社員が いるということなんですかね。でもそんな描写はないですし、うーん、不正に入社した社員がいるっていうことを示していたのか、ちょっとなんとも言えないですね。まあそういうことのような気がしますけど、うーん、ということですね。よくわからない感じになっていました。僕の中ではね。あのー、僕なるべくね、根拠に基づかない推測をしないように心がけているんですよね。 <laughs> いやいや、お前の話、随分と空想が混じってるじゃんって思うかもしれませんけど、僕の中では一応根拠があって、こういうことがあったからこうでしょっていう風にね、考えるように、まあ努力をしてるんですけどね。だから根拠にあまり基づかないのは、それは作品を知ろうとするというよりは、ただの妄想とか、になって、 ちっちゃいガチな感じがするんで、なるべくそれはね、やらないようにしようとしてるんですけど。ということで、この清掃員時代にガタガタで拾った心拍系っぽいあれは、その後、あれに対する描写がないので、よくわからないということだと思います。まあおそらく、不正な社員が他にいるということなんでしょうけど、ね。まあなんとも言えないなということです。え、その後闇ブローカーというのが出てきますね。まあ流れ的には、 さっきのあの、何心拍計みたいのからこのヒントを得てというか、そこからそういうのがいるんじゃないかっていう感じに探して突き止めたという感じがしますけど、うーん、よくわかんないですけどね。ということでこの闇ブローカーが出てくるわけですけど、この闇ブローカーは見る限り完全出来高性な感じがしますね。えー、清掃員時代のヴィンセントに金があるとは思えませんね。で、そんな、 貧乏人の神の子である、何の取り柄もないヴィンセントにですね、超スーパーエリートの遺伝子を持つ男となりすますための手術、その他、器具などを基本的には無料で提供したわけですね。この闇ブローカーは。だって払えませんか前金なんて払えるわけないと思いますから。で、ガタカに入社できるという確率は、おそらく高いですけど、百0 0 100%ではないと思うんですよ。なのに、 闇ブローカーへの料金はどうやら出世払いなんですね。ガタカにビンセントが入社できた場合、給料の25%をもらうよ。失敗時は7日以内に全器具を回収。その場合、返金はなしよ。ということで、失敗時というのは何を指しているのかが、これもよくわからないんですね。失敗時っていうのは、入社ができなかった場合ということですかね。うどういうことなのか。 返金はないっていうのも、入社できなかった場合、返金がないっていうのも、お金を払ってないっぽいんですけどね。どういうことなのか、ちょっとよくわかんないんですね。この闇ブローカーにうまみがものすごく少ない感じがします。ただ働きをしているわけですから。ま、その代わり、うまくいったら給料の25%もらうよってことですけど、うまくいく確率は100%ではないんで、なんとも言えないなと思うんですけど、 ただこれもですね、描写がないので、僕の憶測の範囲は出ないわけですけど、えー、おそらくね、ガタカのあの検査員いますね。医者というか DNA を検査する検査員。あの検査員とこの闇ブローカーが繋がっているとすれば、まあ納得できる取引じゃないかなと思いますね。どうやら最初はですね、給料の20%が報酬だと言っていたのを、 途中で25%に引き上げたっぽいセリフがありますんで、その5%をガタカのあの検査員への報酬とするためなんじゃないかなという感じがしますね。だからヴィンセントは面接なしの一発合格ができたんじゃないかと。ガタカの面接に行った時に面接の前の遺伝子検査でもう君は合格だよと言われましたね。 それは遺伝子がものすごく優秀だったからというよりも闇ブローカーとあの検査員がつるんでいたからと考えたら、まあ納得できるかなと。闇ブローカーがただ働きをしたということも。だから最初からもう決まってたということですね。引き受けた段階からもうガタカに入社することは決まっていた。なぜなら闇ブローカーとあの検査員は裏でつるんでいて、 検査員も報酬をもらっていたからということになるんじゃないかなと思います。ただね、あの検査員だってガタカの職員ですから、おそらくそれなりに給料をもらっているんだと思うんですよね。それなのに、新入社員の給料の5%をもらうことで、相当危険なことをしているような気がしますけど、まあ、大丈夫なんですかね。まあ大丈夫なんでしょうということで、こう考えるしか僕にはなかったですね。闇ブローカーと、 検査員はつながっていました検査員も悪いことしていましたということだと思います。まあビンセントがもらう、えー、DNA はですね元スーパーエリート水泳の選手まあおそらくソ連ソ連というかロシアの選手かなっていう気がしますけど名前的にロシアとかそっちのオリンピック選手ですかねの銀メダリストで、えー、ものすごく高い遺伝子を持っている 人だったということで、えー、そのユージンはですね、まあ事故で両足を失って生きる希望をなくしたということですね。まあいろいろあったわけですけど、一気に飛びますが、ある日ですね、ユージンの事故は、あれは事故ではなく自殺未遂だったということを告白されますね。ユージンはものすごいスーパーエリート遺伝子を持っているんですけど、それでも完璧ではないということですね。ユージンの遺伝子、 評価はですね、10ポイント中9.3ポイントで、えー、ものすごく高いと言われていましたね。おそらく精神疾患の確率とかも低かったと思います。でも、そういう精神疾患の確率は低かったけど可能性はあったということだと思いますね。友人は自殺未遂をしたわけですから。自殺未遂、いわゆる相鬱病とか、えー、そういった精神疾患にかかる確率は低かったのに、 自殺未遂をしたということで、可能性はあったわけですね。友人がヴィンセントに言いました。諦めずに続ければ、いつか成功する。お前は偉いよ、ヴィンセント。と言ってましたね。これはどういうことかというと、これは自殺未遂だったという告白をした後にそのまま続けたセリフですけれども、これはつまりどういうことかというと、エリートである自分が自殺未遂を起こしたように、お前も宇宙飛行士になれるよ、ということを言っていたんだと思います。自殺を、 考えるなんていう遺伝子はなかったはずの自分が自殺未遂を起こした。ということは宇宙飛行士になる可能性が低いという遺伝子のお前でも宇宙飛行士になれるよということを言ったんじゃないかと思いますね。頑張れと。いうことだと思いますね。えー、ランニングマシンで異常値を出すということになりました。もうすでにね、殺人事件が起こった後ですよ。あの、ランニングマシンの心拍数を出すために友人に20分間 走ってくれと言われて、その偽装した心拍計をまあ、ビンセントはつけていたわけですね。で、平成を装ってランニングしていたけど、その、おそらく20分が過ぎたら、本来の自分の心拍数が出てしまって、えー、実は心臓に疾患があるんだ、ということがこの子で示されたわけですけど、えー、じゃあダメなんじゃないかなと思いますね。<laughs> 遺伝子、うんぬん関係なく、心臓に 疾患があるんならダメじゃないのと思いますね。遺伝子の詐称だけですと、まだ許せるわけですね、えー。スタートラインに立つための最小限の嘘と言えると思うんですけれども、今、ヴィンセントがやっている心拍数を詐称するというのは、カンニングしているのと同じ行為なわけで、宇宙飛行士に必要な体力がないということですね。ヴィンセントは宇宙飛行士に必要な体力を 左章して宇宙飛行士になろうとしているわけですから遺伝子が弱いとかは関係ないんじゃないかなと思いますね。このシーンは僕はいただけないと思います。遺伝子による差別で、えー、スタートラインにすら立てなかったけどでもそこに入りさえすれば僕は自分の努力で宇宙飛行士を勝ち取れるという話とちょっと変わってきちゃう気がするんでね。嘘ついてんじゃんと。スタートラインに みんなと同じように立ったとしてもダメだったねっていう感じにね。なっちゃう気がしてちょっとここはいただけないなと思いますね、僕はね。で、このランニングマシーンの時、えー、ヴィンセントの心拍が一気に異常に上がってですね、中がちょっと騒然としてはって見るんですけど、まあ、すぐに何でもないって言って、ヴィンセントはジムを去るわけですね。その時、若手の刑事がヴィンセントに対して背を向けました。ここで、 この若手の刑事イコール弟と勘付くことができると思いますね。僕はそこで分かりました。でも分からない人もおそらくいると思います。別にどっちでもいいっていう作りだと思いますけど。ただ、ここでもう完全にあの若手の刑事はアントンであって、ヴィンセントの弟、出来のいい弟だということは完全に示されたわけですね。となるとですね、これまでのあの若手刑事の言動、すべてがヴィンセントをかばうためのものだったということが、 わかりますね。ここの会社の中に犯人なんかいるわけないだろうとか、迷惑をかけるなと。大事な時期なんだから、仕事をストップさせて全員を血液検査するなんて、何言ってんだよ。そんなことを我々にできるわけないだろう。この会社がどんなに大変なことをしているかわかってんのかとか、えー、老刑事にいろいろ言っていたわけですけど、それらもすべて兄であるヴィンセントをかばうためなんだということがわ、えー、かると思いますね。良いと思います、非常に。絶妙なさじ加減ですね。あそこで、この、 刑事が弟だととといいううことを示すというのはその後、まあ、ピアノの演奏会に行って、六本指用のやつがあるのよとか、そういうのも行って、六本指も、まあ当然、遺伝子の操作をして六本指にしたわけですね。でもそれがそういう当たり前の時代になっているということなんですけど、検問の時に、えー、危ないと言って、ヴィンセントはコンタクトを捨てましたね。えー、コンタクトを捨てるというのが、 なぜそんなことをしたのかが、いまいち理由付けとしてはっきりしない気がしますね。あの、もちろん生まれてから、もともと目が悪いという人は遺伝子操作をした中ではいるはずはないと思いますね。そういう悪い要素、まあ、例えば、いろんな疾患とかね、成人病になるリスクとか、糖尿病になるリスクとか、目が悪いとか、 耳が聞こえないとか。ま、いろいろあると思いますけど。そういうリスクは全部排除しているはずですから。遺伝子操作された子供は。最初から目が元々生まれた時から悪いっていうのはないと思いますけど、生きていく過程において、後天的に目が悪くなるっていうことはあり得ると思うんですけどね。だからコンタクトは OK だと思うんですけど、で、その後警察は、えー、目を観察していましたけど、あれを何のために目を観察していたのかもちょっと何とも言えないんですね。 コンタクトをしているかどうかなのか、目に手術の跡があるかどうかなのか、よくわからないわけですね。どっちなのか。ただ、あの時のリビンセントはですね、目の色がプロフィールと違うわけですね。コンタクトを落としていますから。目の色がプロフィールと違うけど、それは OK だったんですかね。うーん、なんとも言えません。で、口の粘膜を取るのは嫌だというふうに拒否しました。だから血ならいいよと。 言っていました。警察の尋問というか、検問の時に。えー、ちょっと怪しすぎると思うんですね。<laughs> いやいや、口は良くないよ。でも血なったらいいからっていう、急にその、警察の検問拒否するっていうのは怪しいと思うんですよね。隣にいる彼女の方が混ざっているか、うまい感じで出てこないよって言っていましたけど、だったらアイリーンの口の粘膜も取ればいい話ですから、ね、どっち 別にそれで済む話なわけですね。で、この世界はどっちかっていうとですね、見ている限り会社に入る時とかも毎回毎回血液で身分を確認するわけですね。つまり血液で確認することがメジャーな世界だと思うんですよ。そんな中警察はあえて口の粘膜を使って本人確認をしようとしていたわけで、粘膜を使うということに特別な理由はなかったのか、粘膜が ダメって言われたら血でもいいのか、どっちでもいいのか、よくわかんないですね。粘膜でやるって言ったら粘膜でやった方がいいんじゃないのっていう気がしますけど、ね直前に彼女とキスをしたから粘膜はダメってね、そんなのいっぱいいるでしょうし、ねえ、<laughs> ちょっとよくわかんない。コンタクトがダメな理由と粘膜を拒否しても OK な理由っていうのがいまいち ちょっとよくわかんないですね。うん。目の色はプロフィールとね、違ったはずですけどね。わかりません。おじいちゃん刑事がガタカの全社員を採決しようということを勝手にし始めるみたいなね、ことが <laughs>、まああったわけですけど。まあ勝手にっていうかちゃんと許可取っただろうけど。えー、この時ね、ヴィンセントは採血される時にですね、血液を取り替えるということが起きましたね。この時、靴に血が 元々の自分の血が飛び散ってしまったけど何もないというのがありましたね。この飛び散った血によって何かが起こるのかと思いきや別に何もないしっかりと準備していた入れ替えた血でなんとかなったということなんですけど、ここもですね、あの検査員がグルならそれはそうなるだろうなという感じがありますね。検査員は闇ブローカーとグルだったということならあのシーンはあれで納得できると思います。 まあその後、レストランで、え暴行事件を起こしたりなんだりするわけですけど、警察がですね、容疑者であるヴィンセント、つげによって、容疑者はヴィンセントということは、相当最初の段階で分かっていたわけですね。で、容疑者であるヴィンセントと、このアントン刑事との関係を全く把握していないというのも、ちょっと気になりますね。なんでそんなことができるのか。まあ当然、アントン刑事がヴィンセントを、 のその情報を握りつぶしているんでかばう,うために。それにしてもですね、誰もわからないことないんじゃないのこの DNA 捜査、大前世のこの時代に。そんなことできるのかなっていう感じがしますね。まあ、彼の家族は全員もう死んでいるっていうことを、ちらっとね、最初の頃に言っていましたけど、それを全員信じているんですかね。捜査資料とかを見ることはないのか。 なんともなんとも、にんともかんとも、という感じがしますね。え、この後、まあ、アイリーンとのベッドシーンがあるわけですけど、謎の逆さベッドシーンがね、<laughs> あったんですけど、ヴィンセントの何はですね、ちゃんと機能を果たしたのかどうか、<laughs> どうだったんでしょうね。あの、検査員にヴィンセントは、君は本当に立派なものを持っているな、と言われていましたね。 あれはおそらく整形をしてですね、おしっこが出る管が2つついてるんだと思うんですね。1個は本当の自分用の管。それともう1個は友人のやつをこう出す管がおそらく2つあって、整形して1つの中にこう収まってる状態だと思うんですけど、ベッドシーンでは <laughs>、しっかりと機能を果たせたのかどうか、えー、気になりますね。ねえ。まあどうでもいいんですけど。 ということで、えー、アントン刑事、兄貴のヴィンセントをずっとこれまでかばい続けてきたのに、急に積極的にヴィンセントを疑い出すということになりました。これもなぜなのかきっかけがよくわかりません。確実に言えるのは、えー、その前のレストランでの暴行事件があったからというのもあるかもしれませんけど、捜査していたのは殺人事件ですから、 殺人事件の容疑者である兄貴をずっとかばってたのに暴行を起こしたからもう我慢ならんとなるのはちょっとね、なんでこんな心変わりをしたのかがいまいちよくわからないですね。積極的に疑い出して、ヴィンセントのデスクをものすごく捜索したりとかしていたわけですけど、なんでこんなことを急にしだしたのかがちょっと意味がわかりません。 ま、この後、アイリーンを呼び止めてですね、えヴィンセントの家まで連れてってくれと。ヴィンセントっていうか、ま、モローの家まで案内してくれと。あの社員の家に連れてってくれというわけですけど、アイリーンもこの時断ればいいのにね、はーいっていう感じで連れてっちゃいますけどね。警察の協力をしてくれと言った時は仕事に支障が出ますからとか、いろいろ言っていたんですけどね。ま、あ何か後ろめたいことがあったからとか、アイリーンは、 ヴィンセントが家にいるわけないと思ったからなのかもしれないですね。さっき会社で別れましたから、ちょっと今日は来ない方がいいわよって言って別れたヴィンセントがすぐに家にいるとは思わなかったから連れてって留守みたいにね、ハイサイを習って終わりにしようとしたのかっていう感じがありますね。えー、ここでですね、老刑事の場面になって、えー、死体置き場で死体を確認していたわけですね。 で、そこに置いてあった右目のサンプルを取り出して機械に通しました。するとおそらく一発であのビンセントの上司の唾液が検出されたんだと思うんですけど、<laughs> 検視官は一体何をしていたんだと。サンプルをあそこの機械に入れるだけで上司の唾液の DNA が付着していて、あそこのスクリーンに上司の顔が映し出されたということが起こったんだと思いますけど、 まあ映画ではしっかりと映し出される前に場面は切り替わっていましたけど、そういうことだと思うんですね。死体の右目の中に真犯人の唾液が混入していたということで、なんで検視官それやんなかったんでしょうと思いますよね。だって簡単なことですから、<laughs> あそこの機械にこうやって綿棒を落とすだけで真犯人が分かったのになぜ今までそれをやらずに ヴィンセントを疑うとかそういうことをやっていたのかがね、というか上司を全く疑わなかったのか、なぜその検査をしなかったのか今まで。うーん、なんとも、よくわかりません、これも。あの検査してればすぐに犯人わかったのに。ね、えー。ヴィンセントからのヘルプを聞いてですね、友人が使えない足を一生懸命使って自宅の階段を登りました。 友人は外国人なわけですね。おそらくロシア人、ロシア圏ソ連圏元ソ連圏の人だと思うんですけど、名前的に。まあ、事故後アメリカに来たと思っていいと思いますね。それなのに、なぜこんな階段のある部屋を選んだのか。そもそも階段がある部屋を選んだ理由がよくわかりませんね。あれは闇ブローカーが用意した部屋なんですかね。二世帯住宅として使いなさいみたいな。上は新しい君の パートナーとなる、ビンセントが住んで、下は君が住むようにしなさいみたいな感じなのか、それにしたってエレベーターがついてる部屋にすればいいのにっていう感じもありますし、うん、なんでわざわざ階段のある部屋に住んでいたのか、ちょっとよくわかりませんね。まあ、もろもろあって、結局、アントン・ケージは、腑に落ちない感じで、まあ、帰っていくわけですね。真犯人が見つかったという連絡を受けて、その後、アイリーンと、 ビンセントがお話をするわけですけど、実は僕の寿命はとっくに過ぎているんだと。この世は不可能ばかりじゃない。欠点を探すのに必死で、本当のところが見えなくなっているんだ。こんな言葉は君には何の意味もないだろうけど、可能性はあるんだ。と言っていましたね。感動的なセリフですね。これはこの作品のテーマですね。可能性はあるんだということですね。どんな人間にも、どんなに劣った人間にだって、 可能性はあるんだ。それを掴むか掴まないかは自分次第なんだ。ということをこの映画は言っているんだと思いますね。えー、その後、ヴィンセントとユージーンの会話の中で、あの刑事はどんな奴だったとか、名前は言ったかとか言った後ですね、ヴィンセントが、あの刑事はきっとまた来る。会わなきゃいけない。と言って出て行って、えー、ガタカの会社に行くとですね、ヴィンセントの席にアントンが座っているわけですね。するとアントンが、まだ生きていたとはな。なんだ 自分の弟を忘れたのかというと、ヴィンセントは、え何弟誰が弟だってみたいな感じになるわけですね。えー、っと、ヴィンセントがアントンに気づいていたかが、僕にはわかりませんね。気づいたという描写はないと思います。あの刑事が自分の弟だと確信した描写が見つからないので、それに、アントンと、こう、二人で対峙した時も、弟って誰とか、 全く気づいてないっぽく僕には見えるんですね。気づいているけど、ごまかしているという感じには見えないんですね。どこかで気づいたんでしょうかう気づいたタイミングがあるとすれば、えー、レストランの後暴行事件を起こして、その後ですね、ビンセントってアントンに呼ばれていたんで、あの時で気づいたということが、ひょっとしたらあるかもしれないけど、 気づいた感が出てないんでね。気づいたという描写をしてもらわないと僕はですね、裏取りができてないというか、<laughs> 気づいてないと判断せざるを得ない感じが僕の中にはあるんですね。ということで、えー、気づいていたのであれば別にいいんですけど、気づいてたんならですね、まだ生きていたとはなってアントンに言われた時にアントンとか、そういうことを一言言ってくれればいいんですけどね。気づいてたならまあいいです。でも、 もし、このセリフ通り、ビンセントは刑事のことをアントンだと全く気づいていなかったとしたら、どうしてあの刑事とまた会わなきゃいけないと思ったのかが、そもそもがよくわからないということですね。で、それよりも何よりも、どうしてあの若い刑事が会社にいると思ったのか、これはどっちにしてもわからないです。そしてあの若い刑事はなぜ会社にいたのかもよくわからないですね。事件は解決、 したわけですねでおそらくすで、えー、に就業時間が過ぎていて会社には誰もいない状況なのにアントン刑事はあそこで何をしていたのかでなぜ会社にいると思っていたのかうーんちょっと何とも言えない不明ですうーんねえまあここでもまた作品のテーマである何ができて何ができないかを決めつけるなということを言っていましたね再び 弟と度胸試しをすることになりました。ヴィンセントが勝ちました。ヴィンセントはね、心臓が弱いはずなのに、勝てたわけですね。20分走ることもできないヴィンセントさんなんですけどね。えー、勝てました。で、勝てた原因をここで言っていました。戻ることを考えずに全力で泳いだからだと言っていましたね。これが必要なんだということです。自分にはないと思われている可能性を掴むのに、安全策なんかないんだということですね。 根性を出せ、死ぬ気で進めと。それ以外、死ぬ気で進んでいくしか、可能性を掴む可能性はないんだぞ。ということを、まあ、映画の中で言っていたわけですね。アントンは、おそらくもっと泳ご、泳ごうと思えば泳げたけど、騎士に戻る体力を残しておきたかったということだと思うんですね。でも騎士になんか辿り着かなくてもいい、もう死んでもいいからっていうふうに考えれば、優勢な遺伝子である弟にも、俺は勝つことができるんだ、ということです。 可能性を掴むには根性なんだと。いうことを言ってるわけですね。えー、友人が旅に出るために、一生分のサンプルを用意したというのがありました。あすごいですね。一生分。だって、おしっことか、まあ、血液とか、そういったものなわけですけど、なかなかやるなと。<laughs> 思いますね。よくそんなの用意できたねっていう気がしますけど。えー、友人とヴィンセントの最後の言葉ですね。友人が言いました。 お前には感謝している。お前からは夢をもらったよ。と言っていました。ここで言う夢というのは可能性のことだと思います。で、友人の夢というのは自殺することだと思いますね。友人は以前自殺失敗したわけですけど、その自殺が失敗したことを友人はですね、遺伝子のせいだと考えていたのかもしれません。まあ遺伝子のせいっていうのは、つまり運命ということだと思いますね。 えー、遺伝子操作されてその道を選ぶ、親が望んだようにその道を選ぶというのは自分の運命だと思っていたんだと思うんですね。だから自殺を失敗したのは自分には自殺をするという遺伝子がそもそも組み込まれていないから失敗したんだと。遺伝子のせいで自分は自殺をできなかったんだと考えたんじゃないかなと思います。でも、神の子であるヴィンセントがとうとう本当に宇宙飛行士になったと。もう今日、 宇宙に行くというのを見て、えー、友人は驚いたんだと思うんですね。遺伝子の力がなくても自分の夢を叶える可能性というのはあるんだと。可能性は無限大だと。努力次第で、えー、自分の夢を叶えることはできるんだ。自殺という夢を叶えようと思って失敗したけど、それを自分は遺伝子のせいで失敗したんだと思っていたけど、そうじゃないんだということを気づいたということを言っているのかと思います、僕は。 だからそれについて友人は、ヴィンセントに感謝をしたわけですね。俺も自殺ができるということをお前に教わったよ、ということです。えー、最後の検査になりました。登場前最後の検査ですね。もともとやるつもりはなかったんだけど、まあ上司の命令でやれって言われるようになりました、ということです。うちの息子が君の大ファンでね、と検査員が言っていましたね。その後、ヴィンセントが、もう二人の話は噛み合ってないわけですけど、言ったわけですね。尿検査のあの、コップを持ちながら、覚えててくれ。 僕は誰にも負けなかったって言いました。えー、それを無視して検査員はまた言いましたね。息子はここに応募したんだと言いました。ビンセントもそれを無視して僕は任務を完璧に果たしたはずだっていうふうに言っていました。検査員がまた言いましたね。応募した息子がいたんだけど残念ながら遺伝子に問題があって、まあ、落ちてしまったと。でも可能性はあるんじゃないかねどうだいと。言っていたら ヴィンセントのおしっこですから、不適正と出たわけですね。すると、検査員は言ってくれました。今後の参考までに、君に忠告しておくよ。右利きは用を足すときに、左手では持たないものだ。気をつけるんだな。と言って、不適正を適正に変えてくれました。で、早く行きなさい。と、言ってくれたわけですね。えー、この検査員ですね、僕は、一番最初から、ヴィンセントは偽物であると知っていたと思っています。ヴィンセントが面接に来る前からってことですね。 闇ブローカーと繋がっていたからです。闇ブローカーに今度、こういうやつが来るから、で、そいつの遺伝子はもう、OK だから、合格にしてやってくれよな。そしたらこれだけのお金払うから、ということを言われて、検査員は OK っつって、そいつを、あの、ビンセントが来た時に、じゃあ君合格だからってなったんだと思いますね。で、えー、検査員は自分の息子にですね、常々言っていたんですね、おそらく。神の子でも、夢を叶えられる可能性はあるんだよ、と。 実はうちの会社にも神の子なのに宇宙飛行士になった男がいるんだ。お前にだって夢を叶える可能性はあるんだぞ。そいつのようにな。ということをおそらく常々息子に話していたんじゃないかと思います。だからファンなんですね。この検査員の子供も神の子なわけですね。で、同じ神の子の、えー、ヴィンセントのことをまあ大ファンになっていたということですね。神の子なのに宇宙飛行士になったから。 ということを、えー、検査員はずっと常々、ヴィンセントが入社してからもずっとそういう話をしていたんでしょうね。神の子でも夢は叶えられるんだ。神の子にも可能性はあるんだ。ということを聞かされて、えー、息子はヴィンセントのファンになっていったということだと思いますね。まあ、その前のね、覚えててくれ、僕は誰にも負けなかった任務を完璧に果たしたはずだは、ちょっと気になりますけど、宇宙に行く体力はないのに偽造してたでしょと僕は思いますけどね。まあ、いいでしょう。 <laughs> ね。えー。あと、右利きは用を足すとき左手では持たないというのは、えー、どうですか <laughs> 僕、右利きですけど、普段はね、あの、右利きですから、右手で持ちますよ。持ちます。右手で持ちますね。持ちますっていうか、えー、なんか見え張ってる感じに聞こえます持つっていうと。 <laughs> つまむにします <laughs>。僕は右利きなんで普段右手でえつまんでいます。でも、献尿をするときはですね、献尿カップを右手で持ちますけどね。で、左手でこう持って、つまんで、ちょこんとつまんで、じょぼじょぼジョボってやりますけど、どうです他の人のあまりこういうの見たことないんでわからないですけどね。献尿のとき皆さん、男性の皆さん、 あの、兼量カップを左手で持つんですかねうーん、なんとも言えませんけどね。右利きは用を足すとき左手では持たないっていうのは、通常だったらわかりますけど、兼量の時は変わるんじゃないって、ま、僕は思いますけど。まあ、どっちでもいいですけどね。あ、全然、本当に全然関係ないですけど、古畑任三郎で、あの、鍵を閉めた後、右利きの人は、その鍵は右のポケットに入れるんだ。 っていう推理を古畑さんがしていたことがありましたけど、僕は右利きだけど左のポケットに入れますけどね。<laughs> ねそういうところがまあ、ありますよね。まあ、どうでもいいことですけど。えー、ということで、まあ、もグルだったんでね、検査員はヴィンセントを見逃してくれました。ヴィンセントは見事、夢を叶えたわけですね。叶えられるはずのなかった夢を叶えたわけです。宇宙に行くわけですね。 まスーツで宇宙に行くんですね。宇宙に行くのがまあ、当たり前の時代だと、そうなるんですかね。宇宙服なんていらないっしょみたいな。<laughs> まあ、そんな感じで、ヴィンセントはとうとう夢を叶えました。宇宙に行きました。友人は自殺をしました。夢を叶えたわけですね。まあ、あの自殺の方法はね、相当苦しそうですけど。ね。せめて睡眠薬とかなんか、なかったんですかね。えー、友人から渡された手紙には髪の毛が入っていました。 まあ髪の毛の検査の時に使ってくれっていうことなんじゃないかと思いますけど。最後のセリフがありますね。宇宙を窓から見ているシーンで。地球には自分の居場所はないと思っていたのに、今は地球を去るのが辛かった。命は宇宙の塵の中から生まれたという。僕は自分の生まれ故郷に帰るのかもしれないと。いうことで、これの意味なんですけど、この最後のセリフの意味。地球には自分の居場所はないと思っていたというのは、 地球には可能性がないと思っていたという意味だと思いますね。でも今は地球を去るのが辛いというのは地球で可能性を見つけたからということかもしれませんね。命は宇宙の塵の中から生まれたという。僕は自分の生まれ故郷に帰るのかもしれないというのが難しい。どういう意味で言っていたのかが難しいんですけど、えー、自分が宇宙をずっと目指していたのは どうやら生命の根源というものが宇宙にあるからかもしれないねということを言っているわけですね。遺伝子操作ではなく自然の摂理として生まれてきた自分の遺伝子というのはずっとずっと遡っていくとこの宇宙とつながっているのかもしれない。僕が宇宙に行きたいとずっと考えていたのは当たり前のことだ。だって そこが故郷なんだから、みたいなことを言っていたのかな、という気がしますね。うーん。そんな気がします。ということで、えー、この映画は終わるわけですね。えー、面白いと思いますね。まあ、あ脚本上の穴というか、ここどういうことなのかよくわからない。脚本上、演出上とも言えると思うんですけど、脚本に書かれていないんだったら演出でね、描けば、ま、あ僕は納得できるわけですけど、例えば、ヴィンセントが、 弟に気づいていたかどうかっていうのは、脚本上は別にね、セリフとかはなかったとしても、ちょっと目が大きい、大きくなってそこをアップにするとか、それだけで、まあ、わかりますよね。あ、あの刑事が弟だって気づいたんだな、とか。うん、そういう描写がなかったんで、なんとも言えなかったり、いろいろ、まあその他ね、ここはどういうことだったんだろうっていうのが、まあ、多々あるわけですけど、えー、お話としては非常に面白いですし、まあ、 なんて言うんですか希望を教えてくれる映画というか、僕に生きる希望を伝えてくれる映画というか、可能性はあるんだなっていうね。まあそういう映画だったんじゃないかなと思いますね。面白いと思います。ガタカ。ガタカっていう意味が、まあ遺伝子の名前の頭文字を取って読みやすくしたみたいなね。えー、そういう感じなんですけど、でもあまり関係ないですね。会社の名前ですからね。 あれは宇宙飛行士の会社なのに遺伝子の名前があるっていうのもなぜかちょっと意味がわかりませんけどね、この、なんていうんですか、遺伝子操作をして子供を産むことをガタカ法と呼ぶとか、そういうことだったらまあいいんですけどね、宇宙飛行士事業というか、あの会社が何をしてるのかよくわかりませんけど、宇宙に行くための人たちを集めた会社の名前がガタカだと、 んあただの会社の名前がタイトルだったんだって思うしかないですから。ええー、まあその辺もね、どうかなっていう <laughs> 感じもしますけど。そんな感じですね。まあ途中サスペンス要素になりそうで別にサスペンスじゃないっていうこともあって、結局ね、犯人の全面自供が元ですから。だから、短編小説っぽいんですよね。お話として。短編小説、まあ12ページ、20ページぐらいの短編小説を こう、世界観を広げて映画にしたっていう感じがあってね。ストーリーはシンプルだし、伝えたいテーマもシンプルで、非常に僕たちにはストレートに心に響くというか、伝わってくる映画じゃないかなと思いましたということで、えー、最後にですね、現実世界でガタカのようなことは起こっているのか、起こる可能性があるのか、ということですね。まあ、2011年の段階で NASA が 現実的に起こり得る SFA が第1位に選んでいるわけですけど、まず先日、つい先日ですけど、Google が入院患者の死期を予測する AI というのを開発中だというニュースが出てきましたね。えー、後期乳がんの女性の入院中の死亡率を19.9%、だ20%、ほぼ20%と判断したんだということです。Google の死亡予測 AI が 病院側がですね、従来の計算で出したのは9.3%だったわけですね。まあこれまで病院が使っていたコンピューターだったり、まあおそらく、えー、お医者さんの、まあ経験に基づく、おそらくこの程度だろうというものとか、えー、そういったものを合わせて出した死亡率は9.3%だったのに、Google が出した死亡率は ま、およそ20%だったわけですね。9.3%はおよそ9%ですから、9%と20%はだいぶ違いますね。相当従来の病院の死亡率とは違う大きく上回る数字だったわけですね。で、この後期乳がんの女性は数日後に死亡しました。ということで、えー、Google は今後もね、この開発を続けていくわけですけど、で、たくさんのデータを取って、まあ、どっちも外れというか、Google の 計算も入院中の死亡率を20%ってことは生存率を80%ってしたわけですからでも数日後には死亡しているからまあ計算上はそんなに正当率は高くはないですけど従来の計算よりもだいぶ上回っていたわけでえこれが当たり前の世の中に今後なっていく可能性があるわけですねとなるとこれは結構怖いですよね入院した段階で死亡率が判定されるかもしれないっていうか 病気になった時点で何年後生存率は何パーセント何年後生存率は何パーセントっていうのが今よりももっと確実性を帯びて数字が出てくるということですね。ありがたいのか恐ろしいのか何とも言えないですけど、まあ、そういうことが現在行われています。で、出産方法に関して言えばですね、男女の産み分けっていうのはまあ昔から行われていましたね。もう本当に昔から。それこそね、女性が、えー 絶頂に達した時に行けば OK とか <laughs>、ありますよね。その時に行けばこっちが生まれるとか、あとはなんかゼリーとかを使ってこうすればこうなって生まれるとか。まあ、いろいろずっと言われていて、まあその辺の成功率はまあなんとも言えない感じなわけですけど、ただ現在人工受精とか体外受精によって男女を産み分けるということは、できつつあるということですね。この産み分けで 一番代表的なのはパーコール法というのがあってですね、精子を出してですね、遠心分離器にかけるんですね。で、女の子になる X 染色体というのの方が重いのかな重いから、遠心分離器にかけると、その女の子染色体だけがこう、沈むわけですね。こう、外の方に。で、それを取り出して、受精させると、女の子になる確率が高くなるということです。これの 成功率がどのくらいかは何とも言えないんですけど、70%くらいじゃないかと僕が調べた限り書いてありました。結構な確率だと思いますね。こういうことはもう現在行われております。で、もうこれは相当有名ですけど、精子バンクというのはもう実際にあって商業化していますね。えー、外見とか、知能のレベルとか、体力とか、えー、そういった遺伝子によって価格が変わっていくわけですね。優秀な遺伝子ほど高くなっていくわけです。 これはもう当たり前にもう現在やられていますね。まあ中国ではね、この精子を提供するときに中国共産党に忠誠を誓っている人じゃないきゃダメみたいなね、そんなのがあるらしくて。へえーって思いましたね。そういう思想も遺伝するというふうに考えているのか、実際そうなのかどうなのか知りませんけど、まあそういうのが条件になっていたりとかね、えー、するらしいですよ。ということで精子バンクはもう普通にあります。これも優秀な遺伝子を残すという ものの中の一つにありますね。そして、これももうメジャーですけど、出生前診断というのは、えー、おそらくやってる方はたくさんいると思いますね。生まれる前に、お腹の中の、例えば、ま、着床前とか、いろいろな段階がありますけど、要するに、お腹の中にいて、その、ま、生死なり、卵死なり、赤ちゃんなりの染色体とか、遺伝子とかを調べて、えー、先天的な障害、まあ、主にダウン症とかそういうことですね。 そういうのを、有無を調べる。というのが、これはもう相当メジャーになってるし、エコー検査も出生前診断ですから、奇形とかが、まあ、エコー検査で分かるわけですね。え、当たり前に行われていますね。エコー検査しない人っていうのはおそらくいないですよね。当たり前にエコー検査をするわけです。自分の子供が奇形児かどうかを見るというところがあると思うんですけど、それより今は進んで、まあ、染色体、 の数を調べて、ダウン症にはならないとか、そういうことをまあ、調べているわけですね。今、この段階では、この時代、今、現在では、染色体を調べて、お腹の子に先天的な障害があるかどうか、知るのは嫌だっていう人と、やった方がいいっていう人と、結構分かれている状況ですけど、どうなんでしょうね、将来的には。ガタカの世界では、当然、これはどん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 進めていった方がいいっていうふうになった時代ですね。えー、これがどっちにどうなるか、 は、まあ、今のところ何とも言えないわけですけど、こういうことはまあ実際に行われているわけですね。で、これが一番ガタガの世界と通じるものなんですけど、デザイナーベビーというのがもう実際にありますね。これは遺伝子操作によって、両親が望む外見、望む体力、望む知力を備えた子供を作るというものです。それがデザイナーベビーと呼ばれるわけですけど、実用化はまだされていませんけど、えすでにこれの特 今日も撮られていますし、アメリカで、えー、実際にデザイナーベビーは生まれていますね。親が望む目の色とか、外見的特徴とか、もちろんね、いろいろ頭の良さとか、えー、先天的な病気をどうする、排除するとか、排除できる分は排除するとか、えー、そういう子供はもう実際に生まれていて、一番最初の子供はすでに成人しています。これはもう、もちろん実用化はまだされてないし、 最初の子供は成人しているけど、どの子がその子というのは公表されていませんから、ひょっとしたら本人も知らないのかもしれないし、なんとも言えませんけど、まあそういうことはもう行われているわけですね。染色体というか、そういう DNA、えー、優秀な DNA を残して子供をデザインするというのは、まあ SF の世界では、まあ割とよくある話ですよね。例えば、 ゲームですけど MGS、えー、メタルギアソリッドっていうゲームがあるんですけどあの主人公のソリッドスネークというのは傭兵なんですけどビッグボスという自分の父親がいるわけですね自分の父親が持っていたソルジャー遺伝子っていう兵士にとって必要な遺伝子を強化した強化して生まれてきたのがソリッドスネークだったりするわけですねだからソリッドスネークはこう傭兵として非常に優秀なんだみたいなね その代わり追いが早いとか、えー、そういうことがいろいろあるわけですけど、いろいろそういった遺伝子操作で子供が生まれる世界というのはね、えー、結構描かれていますね。僕もこれずっと買って読んでますけど、鉄腕バーディーもそうですよね。結城正さの鉄腕バーディーっていう漫画も遺伝子操作で生まれた子供のお話なわけですね。えー、そのように、いろいろあるわけですけど、実際にすで、えー、にそういう時代は 来ていいるというかもう来ているわけですね。<laughs> えー、そんな2018年です現在は。やりすぎ都市伝説とか見るとねあの手にチップを埋め込んだりとかいろいろやってますよね。もうそのうち脳に入れたりとか全てをこう面倒くさいことは全部管理してもらうみたいなね AI とかそういったものにそんな時代がねもう今来ているわけですね。近い将来とかじゃないですもう来てます。 えー、そんな時代でどうやって選択していくのか。やっぱり自然に産んだ方がいいと思うか、しっかりとデザインして将来有望な子供を最初から産むか、ということになってくるわけですね。どっちがいいかなんて難しいと思いますけど、だから最初の頃にも言ったマリオを作ったね、宮本茂を作るか、東大生を作るかみたいな、そういうことですよ。ね。<laughs> 大天才っていうのは平均的な天才の中から出てくるのか、そういうところとは別のところから出てくるのか、そし、どっちかはまあわからないですけど、もともとね、能力が高い方が有利に決まってるし、効率もいいですし、どうなるのか、わかりませんね。皆さんはどっちがいいですかでも、もし、そういうデザインする、 自分の子供をデザインするというのが当たり前の時代になったら、その方がいいに決まってると思いますけどね。わざわざ病気がちな子供を産むってね、どうなんでしょう。そんな偶然の産物じゃない子供を親は本当に愛せるかみたいな、そういう感情論みたいなのも出てくると思うんですけど、おそらく別に変わらないんじゃないかなっていう感じはしますけどね。どうでしょうね。 自分の子供ですもんね。自然妊娠だから愛情が深いとか。そういった違いはないような気はするけど、うーんだ自然妊娠だろうが、えー、デザイン、デザイナーベビーだろうが、どっちも愛情は同じような気もするけど、それをやっていいのか悪いのかとか、ー難しいとこですね。どっちがいいのかはわかりませんけど、まあそういう時代にはなってきているよということですね。もう近づきつつあるよと。 いうことがこの映画でしたね。この映画じゃないや。最近の遺伝子科学というか、そういうことがあるみたいですよ、皆さん。今の時代に生まれておいてよかったなと思うか、じゃあもっと後に生まれて優秀な人になりたかったって思うかはなんとも言えないですね。どっちにしても同じような競争はあると思いますからね。ということで、えー、すぐは軽おのガタカのお話はこんな感じですね。映画としては非常に 面白い映画だったと思います。24時間テレビ的と言いましたけど。要するに、自然妊娠で生まれた子供が、障害者的な扱いを受けている時代、という風に言っていいような気がしますね。んそんな中でも、えー、努力次第でなんとかなるんじゃないか、というお話だったんじゃないかと思います。ガタカは以上。ということで、次回はですね、エレファントマンをやりたいと思います。 紙芝居も書きます。エレファントマンってメジャーなのかマイナーなのかがなんとも線引きが難しい映画ですよね。ただ、メジャー作品を紙芝居化しようと思っているんですけど、まあデビット・リンチの映画ですね。おそらく見たことなくても聞いたことある人は多いと思うんですよね。エレファントマンってね、まあアカデミー賞とかなんちゃら賞とかいっぱいノミネートはされたと。 <laughs> 撮ってはいないけど、そういう映画なわけですけど。まあちょっとやってみたいなと思いました。これが紙芝居書いてみんなに見てもらえるかどうかどうなんでしょうね。もう読めないんですよね。どういう作品をやればどうなるかっていうのがね、全くわかんないんですけど。次回はエレファントマン。まあ実話を元にした話ですね。エレファントマンをやりたいと思います。よろしくお願いします。す。チャンネル登録、いいねボタン。 ツイッターフォローをよろしくお願いいたします。で、リクエストがございましたら、ここのコメント欄でもいいんですけれども、できれば、僕のチャンネルの中にあるコミュニティにあるリクエスト一覧まで、えー、お寄せいただけると、ありがたいと思います。リクエスト一覧に書いてもらえるとですね、まとめるときにそこ、まずそこからバーっとまとめますんで、えわ、ー、かりやすいんですね <laughs>。コメント欄だとね、後で、こう、いちいちチェックしていかなきゃいけないんで、見落としが、 生じる場合がね、多いと思うんで。できれば、でもまあいろいろとね、話に聞くと、えー、アンドロイドのバージョンが古いとコミュニティに入れないとかなんか、そういうのがコメントでいただきましたけど、まあいろいろあるんでね、それできない方もいるんで、まあそういう方はね、えー、コメント欄でも全然いいんで、リクエストがございましたら、じゃんじゃん書いていただいて、えー、よろしくお願いいたしますと。いう感じですね。で、次回はエレファントマンをやりたいと思います。ぞー。 象のような顔になってしまった男の話ですね。<男>ということで、今回はガタか可能性は無限大というお話でした。可能性は無限大ですね。僕もこんな YouTube に動画をアップするなんてね、僕の人生で YouTube に動画をアップする可能性なんてゼロだと思っていましたから。<laughs> 人生何が起こるかわかりません。ということで、今回の動画はここまで。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。 さよならさよならさよなら